こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は初心者が FBA ショッピングカートを取得しにくいわけ、これについてお話したいと思います。Amazon のシステムはですね、購入者を満足させる。そして Amazon のファンを増やす。逆にアンチ Amazon、Amazon 嫌いになる人を増やさないようにする。そのためにはどうしたらいいか。これをシステムで管理しています。初心者の方はですね、はっきり言って始めるうちは非常に売りにくいです。これどういうことかというと、例えばですね、これ私が今、ちょうどね、ワードプレスいじくってて、プラグインというね、ワードプレスにつけるツールなんですけど、それのダウンロードページです。で、サイトマップというね、ページを Google に認知してもらうのに便利なマップがあるんですけど、それを作るアプリ、それを入れる場合にですね、片や100万件以上のダウンロードをされてて評価が高い。もう一個は3000件のダウンロードをされていて評価が高い。この2つを出てきた時ですね、普通に考えて100万件ダウンロードされてて問題がないなら大丈夫だろうというのはね、比べてみたら3000件より100万件の方がいいかなと、安心だなって思うと思います。これ当然ね、ほとんど正解の場合が多いんですけど、100万件ダウンロードされてて評価が高いということは、多分問題のないアプリだろうと。3000件も、十分っちゃ十分なんですけど、どっち入れてもタダだったら100万件に入れるというのが普通のね、考え方だと思います。これね、カート取得のシステム全く一緒です。月に1000件取引してる人と月に10件取引してる人。月に10件も取引してて問題を起こさない。1000件取引してて問題を起こさない。その人に、あとね、100件売らせたいとなった時ですね。1000件の人に100件売らせたら、特段問題は起こりにくいだろうというのが、普通の考えです。片や10件しかやってない人に100件取引させたらですね、10件で起こらなかった問題が起きるかもしれないと。あるいはそもそも10件しかやってないんでですね、100件できるかどうかもわかんないというのは、お分かりいただけると思います。そういうのをあらかじめ Amazon ではシステムに入れてます。ですんで、その Amazon で、そのシステムに好かれる方法、これをどういうやり方か、いろいろ仮説を立ててですね、このやり方はうまくいったなと、あれ、このやり方は効果ないんだなというのをね、日々、検証して、Amazon 輸出、転売アカデミーの Amazon 輸出のサポートは、実施しています。そんなわけで、カート取得のノウハウを一つ取ってもですね、全然、予想様とは違ったノウハウを提供できますし、サポートに基づいた、そしてね、システムをどういうふうに作ってるかというのを理解したサポートをしているところは、なかなか他にはないんじゃないのかなと思います。初心者の方がですね、Amazon 輸出を始めるんであれば、転売アカデミーのサポートを受けることをお勧めします。まずは、こちらの無料メルマガに登録してですね、どんなサポート、どんな考えでサポートしているのか、サポートを受けた人がどのような成果を出しているのかをチェックしていただければいいのかなと思います。メルマガ登録お待ちしています。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。